サントリーの白酒冷凍庫に入れるととろみが増すっていうのがあるんで、冷凍庫に入れると味わいが変わる。若者系するようにがあるんですね。蜂蜜を入れる台無しだな。なんかデジをすると、もう味が変化します。もう全部同じに。いや、その前の段階の話です。デジする前の段階、全部一緒に感じます。僕はまだお酒飲んでないです。今18です。そうか、全然わかんないです。だから VTR も何だかわかんない。VTR わかんない。日本酒を飲むと、あれを変えるだけで味が激変するんだそうですよ。人生を輝かせる車、それがスバルの作りたい車。特に中田先生がおすすめなのは、
本酒と生ハムチーズ、そして日本酒と麻婆豆腐、一体どんな味わいになるのか、皆さんスタジオでお試しください。まずはナンバーシックスという銘柄と生ハムブラッターチーズでございます。松尾君どうだこの組み合わせ。あります、すごい生ハムのしょっぱさと、うん、日本酒のこの多分これ自体が多分フルーティーな多分日本酒の甘い、うん、すごい本当に合うのかなってちょっと疑ってたんですけど、すごくマッチするというか、うん、ちょっと疑ってたんだ。あの遠方にいる中田先生に謝ってくれるかもしれない。うくみ君どうだこの組み合わせ、はい、組み合わせっていうか君組み合わせじゃねえか。お水なんですよ。違うか。はい。お水飲んでるかわいそう。そうですね。これは多分天然水だと。どうでもいいわ。水飲むの大切は。続いては麻婆豆腐の料理。こんな感じになる。うん。これも試させてください。あ、お強くどう。合いますね。合う。びっくりしました。麻婆豆腐の山椒の方がきっついんですけど、うん、それに負けてない感じです。風味が。めっちゃ美味しい。ありますよ。美味しいですよ。新たな日本酒を見続けるアナウンサー指導の佐藤さん、新型コロナの影響は日本酒の自体は悪くなっちゃって食材さんが全然ちゃったりしますと、すごく悪いです。その中でも少しでも気持ちが楽になったり楽しくなったりできる酒造りを頑張っていきたいと思います。さあ、辻岡君、日本酒の方どうなりましたか。はい、もう試食準備万端でございます。今削ったばかりの荒節と本枯節、まずは荒節からいきましょうかね。そうですね、まあ、うまいかまずいかって言われてもこのまま食べることほとんどないから何でも言えないですよね。正直な方だ。では最高級の本枯節もいただきたいと思います。まあ、これはやっぱり違いますね。本枯節の方が非常に旨味が強くて、うん、ちょっとこう消えるようにやっぱなくなっていく。そして皆様にも試食ご用意しました。よろしくお願いします。かつお節専門店店主中野さんに削っていただくことに。このように削れております。かつお節味比べ、まずは荒節から。荒節からいこう。でも卵のご飯の香りになりますね。あ、そうですか。もうお醤油もいらない。すごい魚の香りもしっかりと。おお。本枯節いってみますか。食感は全然違いますね。口に入れた時のとろけ方というのか、もっとこうなくなる感じが全然違います。あれだけいかが。先ほどの日本酒が随分回ってまいりまして、全く同じ味に感じます。二度と飲むな。もう。おいよったのか。辻岡君、他にも何かありますか。最高級の本枯節で取った出汁ご用意しております。醤油も塩も入れてないカツオの出汁をそのまま味わいたいと思います。素晴らしいですね、この旨味は、うん、長いですね、余韻が。うわ、優しい、優しい味。いや、すごっと溶け込むようで、これ何でも合いますね。すごい繊細な味ですね。あれだけいかが。優しい。あ、そう。飲んだ後にこう締めとしていいよな。お前まさかもう寝るつもりじゃねえだろうな。すいません、今日はもう締めさせていただきますね。勝手に締めんな。かつお節作り名人の西村さん、現在新型コロナウイルスの影響は通常通りの作業をいくらかは続けている状況でありますけど、外食産業向けのかつお節の売り上げがですね、相当減ってます。この先どうなっていくか不安があります。西村さんが作る最高級の本枯節はお店のホームページから購入することができます。中田先生、今日は日本の伝統文化というのをご紹介くださいました、うん、まあ、僕も10年以上日本の旅をしてますけども、知れば知るほど自分が日本のことを知らないというのに気づき、まだまだ時間を使って全国を見に行き、できる限り多くの方とシェアしたいなと思います。先生は日本の伝統文化を自身のホームページ日本語で、日本語と英語で紹介。その中からよりすぐったものが書籍にもなり、英語、中国語でも出版され、世界に広がっています。
ここで北村君から、僕が出演するドラマ大工賞卓球の王将が配信中です。事務所のですね、後輩やら同期やらこの若手が集結してですね、卓球に打ち込んだ本当に熱いドラマになってますので、ぜひともチェックしてください。お願いします。はい、続いて新川君から。私が出演させていただいていますドラマ「ギルティ、この声は罪ですか?」、毎週木曜日夜11時59分放送中です。登場人物全員裏切り者という衝撃的なストーリーの中で巻き起こるラブサスペンスとなっています。皆さんぜひご覧ください。次週は大阪桐蔭吹奏楽部、舞台劇3度目の卒業公演、大人気 YouTuber フィッシャーズが先生で登場。動画をうまく撮る秘訣は次週2時間スペシャル。世界一受けたい美容スバル石鹸ハウス、ライオン山田地下富士フィールド、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。新たに仕上がる10周年、韓国の名シーンをプレイバック、イッテ Q 春の2時間スペシャル。実は水だけ洗顔は乾燥しやすいんです。そこでビオレのアサジュレです。ビル洗顔より肌保水アップ。いいじゃんアサジュレ、メイクのりもバッチリ。いいよね。日差しが出てくる日新聞の提供でお送りします。読売はスマホで新聞だけじゃなくていろんな動画も見られるんだ。読み方広がりね。ちょっと待ってて。うまそう。読売とってもいいかも。新聞を広げよう。はるかちゃんの言いたい言葉ってもしかして。このように似た者同士は集まってくるということを表すことわざは、類は友を呼ぶです。良くも悪くも似た性質のものが集まると説かれている中国の易経の一節から派生したと考えられています。
江戸時代には友は類をもって集まる、類をもって友を引くなどという形で使われていました。そうそう、類は友を呼ぶだよね。すっきりしたね。ねえ文ちゃん、ロンド名は決まったの？うん、ベテルギウス。ベテルギウス？今爆発寸前と言われてる星なんだよ。へえ。僕たちも爆発するぜ。読売新聞の提供でお送りしました。イッテ Q の東京スペシャル、挑むは国の最低級リレー、力を合わせ勝利を目指せ。2万警察ミッドナイトランナー、ベルキューブの3つの味、生ハム、ハーブチキン、ホタテのソテー。こんな美味しさ初めて。ひとのこ三種のチーズなキューブ、The Laughing Cow。 ベルキューブ、こっちのがタントです。突然すいません、タントだったらタクトを取り入れて、タクトと乗ります。タントはライフパートナーですから、ダイハツタント14年連続 K ナンバーワン。なんだよこれ、前の月日。え、あなた、そんなものでダイハツタント。国なりならスキルとつながる仕事を AI でマッチング。エンジニアの転職は国なり。はい、さらに選べる楽しさです。絶対もらえる。アイアイザラサントリー金麦。やるね金麦。ワンダ、できました。ワンダ極み朝日飲料。車ってぶっちゃけ言うの2人は車乗ってる？乗ってる。たまに乗るよ。結構乗ってる。あ、結構乗ってるんだ。PP ユーザー。免許持ってるんだっけ？持ってない。買うよりお得らしい。きっと。スポバーティストにどこ目指してんすか？永遠の青春。なんてな。意味わかんない。セサミ、明日はチラシで。ディズニーの名作、話題作をいつでもどこでも楽しめる。マジック？そう、それがディズニーデラックス。こちらソフィーと双子の姉妹、僕は手の取れるティファール。コンロからオーブンへ、冷蔵庫へ、そしてテーブルへ。小さくなるのが得意技。取っ手の取れるティファール。アスタリスト、あなたの美容液は君の元にたどり着けますか？ナノ浸透力で届く。そこから美白、シミを防ぐ美容液 UV の富士フイルム。今夜は嵐に仕上がれ10周年スペシャル。おばあさん大丈夫？私はもう子供は生まれねえよ。監督、どうしろ。子供の頃の夢は、寝る前に一番することは、一番良かった人は言わないで。数々の名シーンを豪華ゲストと共に振り返る、今夜限りの永久保存だ。またコロナウイルスに感染しないようにと。今の接触の状況だと、大変危険だよ。皆さんの心を一つにして、基本に立ち向かわないと、彼氏が進んでいきません。こうした中、ウイルスと戦う医療現場は、崩壊が起きかねない状況にまで追い詰められています。高度な医療を担う病院で、人工心肺など重症患者を救うための医療資源が枯渇し始めているのです。これからどん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 重症患者がやってくるので、助かる時は助けられる。そして自宅から出られないストレスから、家庭内で暴力や虐待の増加。事態が長期化すれば社会にさらなる歪みが生じると懸念されています。
長首に噛み締められたんですか。イライラしたあたり血を裂く人が多くなったんですよね。今月7日に出された緊急事態宣言、おとといにはその範囲が全国に拡大されました。今日国内では新型コロナウイルスの感染者が1万人を突破。医療現場は今危機の真っ只中にあります。感染の拡大になかなか歯止めがかからない中、今週専門家は感染に関する対策が何も取られなかった場合、全国の死者が40万人を超えるという推計を発表しました。あえて発表した最悪の数字、そこには専門家たちの強い危機感がありました。緊急事態宣言から8日経った今週水曜、日本のウイルス対策チームの専門家は SNS 上に一本の動画を投稿しました。新型コロナウイルス感染症に関しての死亡リスク推定をしました。男子では約 12%、 チャイナ全体では約 1% の死亡割合となりました。医療崩壊が起きたとみられる武漢と湖北省を除いた中国全体の死亡率を分析すると、武漢の死亡率が 10% 以上高いことが分かりました。改めて日本で医療崩壊を起こしてはならないと警鐘を鳴らしたのです。専門家たちは国内の現状に危機感を募らせていました。外出自粛はある程度進んでいるものの、人と人との接触を8割減らすという目標に到達できていなかったからです。携帯電話の接続状況をもとに、感染拡大前と現在の人の動きを解析したデータを目安として見てみます。東京の渋谷や大阪の難波、毎年の繁華街の減少は6割程度、4割程度の削減にとどまる自治体も多く、感染拡大を阻止するために十分な行動変容には至っていませんでした。対策チームで数理モデルを使った分析を担ってきた北海道大学大学院の西浦博教授です。今週記者会見を開き、専門家として強い言葉で危機感を伝えようとしました。西浦さんはこの日、最悪のシナリオとして一つの試算を発表しました。流行対策を何も講じなかった場合、国内で40万人以上が死亡する恐れがあると示したのです。積極的に接触を減らさないといけない段階で、普通に皆さんが出社されているという状況は異常なのかな。多少痛みを伴ってもいいので、できるだけ早くに劇的に接触が削減される、それが続くという状況を作らないといけない。全国民が行動変容をしっかりして、この流行を少しでも早くに拡大を止めることということなので、皆さんにお力を貸していただければと思っています。感染症の流行を予測する数字モデルを使って西浦さんが導き出したシミュレーション。人
人と人との接触が4割だった場合、感染者数の上昇は続きます。上昇後、接触を6割減らしても大きな効果は期待できません。感染者数が高止まりしてしまうのです。その後、8割減に移行すると、感染者は減少しますが、およそ2ヶ月を要します。一方、8割削減を短い時間で実現できれば、1ヶ月ほどで新規の感染者数を減らすことができるといいます。西浦さんは、今の行動変容のペースに満足せず、抜本的な意識の変化を促すために、人々にデータを提供し続けたいと考えています。これから私たちがもし集中的にやらないといけないのは、行動の変化ですね、行動が変容したことによって、感染者数だったり、受診者数だったり、あるいは単なる相談件数も含めてですけど、大きく変化してくるはずなんですよ。一人一人が接触を減らすことでどんなに貢献できるのか、具体的な数字として皆さんに実感してもらいたい、率直にそう思っています。スタジオには WHO で長く感染症対策に関わり、新型コロナウイルスの専門家会議で副座長を務める尾身茂さんにお越しいただきました。そして北海道大学大学院教授の西浦博さんとは中継でつないでお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まず西浦さん、VTR でも人と人との接触がなかなか減っていかないと、強い危機感を抱いていらっしゃいました。ちょっとこちらご覧いただきたいんですけれども、これの東京都内の感染者数の推移を表したグラフなんですが、3月の末下旬頃から急速に増えていって、一旦落ち着いたように見えるんですが、再び、ウイルス、勢いを取り戻しているようです。こうした状況、今どんな風にご覧になっているでしょうか。はい、先週から感染者数の増える速度っていうのは鈍化しているように見えるんですよね。これは東京都知事が外出自粛の呼びかけをされた影響が出ているのではないかと分析しています。実際にその政府によって緊急事態宣言を発出したことの影響が出てくるというのは来週以降になる見込みですので、どこまで下がってくるのかをこれから注視してみていくところです。その緊急事態宣言で人々の行動が変化しているというデータがあります。こちらです。接触がどれだけ減ったかの目安として、ヤフーの協力で東京に住む人が1日にどのくらい移動したかを分析しました。1月の平均移動距離と比べますと、休日については先週末 49% の減少に上がりました。そして休日についてはおとといの時点で 35% の減少となっています。年齢別で見てみます。40代と50代の減少率が低く、在宅勤務があまり進んでいないことが推測されます。西田さん、こちらのデータはどんなふうにご覧になりますか。はい、徐々に下がってきているんですけど、まだ8割という目標には届いていません。特に平日の減少というのが大きな課題だと思っています。おそらく企業でリモートワークが思うように進んではないのかなと思うんです。8割のイメージっていうのは、8割減少っていうイメージは、3月末頃に東京都で週末に雪が降った時があったんですよね。でその時は地下鉄のホームでも数人ぐらいしか待っていないような、とても人が少ない閑散とした状況だったんですけど、それぐらいのイメージ、そこぐらいまで人の接触を減らすしかないということで、協力をしていただくことが欠かせないと考えています。そうした中ですね、西浦さん、改めて大型連休の移動の自粛についても呼びかけされていますよね。はい、これまでに都市部から地域に感染者が移動して、で移動先でクラスターが発生するというようなことが起こってきたんですけど、これからゴールデンウィークを前にして地域で流行が起こらないようにするためには、移動をできるだけ抑えるということで、感染の拡大を予防するということが重要だと考えています。尾身さんにも伺います。尾身さん、緊急事態宣言に関する諮問委員会の会長も務めていらっしゃいます。
おととい、その範囲を全国に広げることを了承されていますけれども、まあ、どのような危機感、今持っていらっしゃるんでしょう。そうですね、都市部からの人の移動で、都市部以外の地方に、まあ、クラスター感染が起きてしまっているというのが一点ですね。で、都市部以外の地方の場合は、都会に比べて病院の数が少ないので、感染が広がると、今、東京でなんかで問題になっている医療崩壊というのが、まあ、すぐに起きてしまうということ、それからもう一つはですね、今、西村さんの方からもありましたけれども、行動変容、もう本当にいろんな人を協力していただいて、本当に感謝いたします。しかし、まだ十分ではないんです、まだ十分。で、最後はですね、やっぱりこれを日本全国が足並みを揃えて、ね、やらないと効果がないと、まあ、そういう危機感で緊急事態宣言が出たということだと思います。日本全国が足並みを揃えることは大切だと。非常に大切だと思います。はい、西田さん、東京での、重症者、それから感染者の動向というのは、ずっとシミュレーションされていらっしゃると思うんですけれども、今後どうなっていくと今見ていらっしゃるでしょうか。感染者の増加に関しては、おそらく来週あたりで一度増加するというのが止まって、減少傾向になるのではないかと期待をしているんですけれども、今を心配している悪いシナリオというのは、医療機関で感染者数が多発するということです。特に複数の医療機関で感染者が発生することによって、医療の機能がこの病院で停止をしてしまうというようなことが複数の医療機関で起こると、今切迫している医療機関の患者収容をするという能力が止まってしまうことにつながりますので、その点を大変心配しています。とにかく医療感染が起きてくると、医療機能が低下すると、それは非常に大きいということですね。はい、ありがとうございます。お話にもありましたように、お二人が感じている危機感の背景にあるのが